当のブースにやってきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらベッドのすぐ脇にトイレありますけれども、はい、どんな製品なんですか？はい、こちらの商品は昨年の9月に発売したベッドサイド水洗トイレという名前の商品です。で、今まで高齢者の方、トイレが遠い場合には途中で転倒したり骨折したりというような問題がございました。あるいはベッドの横にポータブルトイレを置かれる場合は、まあ、排泄物の処理だとか、あるいは家の中に匂いがこもるというような問題点がございました。で、それらの問題点を一掃するために開発した商品です。で、この商品最大の特徴はですね、お好きなところに簡単な工事でどこにでもつけられるというコンセプトのものです。で、通常のトイレと異なるのはですね、一回一回トイレから流れてきた汚水をこの箱の中で砕いて、でフィルターを通してからポンプで送るという機能がついております。その関係でトイレから出てくる排水管をこのように細くて柔らかい材料を使うことで室内で移動することが可能になってますし、あと壁から先も細い排水管でいいので簡単な工事ができるというようなトイレです。実際の使用の仕方も簡単でして、このウォシュレットのリモコンの洗浄ボタン、これを押すだけです。通常の水洗トイレと同じように水が流れてですね、でその後砕かれた状態で排水管の中を流れていくというような形になります。先ほど匂いが気にならない、はい、ということだったんですが、それは粉砕されて水洗で流れるからということなんですか？はい、そうですね。ポータブルトイレの匂いの原因は排泄物が部屋の中に置かれて、そこのところから匂いが漏れるというのが主な原因です。で、そこの排泄物は1回1回流してしまいますので、それがまずないというのが1点目ですね。次に排泄している時に出てくる匂いなんですが、パワーダッシュという機能がございまして、着座してからずっと臭気を吸い込んで分解しておりますので、その効果により匂いが出ないというような形になっております。それはいいですね。その工事が簡単にできるというのはどうしてなんですか？はいはい、で、工事は通常トイレの場合はですね、土を掘って排水管を埋めて、で壁を作って扉をつけるのに3日ぐらいの工事がかかります。で、こちらの場合は壁も扉もいらない、排水管もこういう細いサイズで大丈夫ですので、言ってみればエアコンの室外機をつけるような感じでですね、工事ができるということで簡単工事を実現しております。介護されている方、はい、とても多いと思うんですけれども、はい、ね、こちらやっぱりトイレの問題って大きな問題ですよね。はい、そうですね。経産省のアンケートでも在宅介護で一番負担になるのは排泄物で、全体の 63.2% の方が困っているというような声がございます。で、実際に導入した現場の声を聞きますと、まあ、排泄環境が整って介護が楽になったと、あと本人の方もですね、やはり排泄物を家族に見られなくて気が楽になったというようなコメントを多く寄せられております。本人にとっても快適なものですし、介護する方にとってもありがたいものなんですね。そういう商品であるというふうに考えております。